さあ始まりました「いなチャンネル」クラスターカップ2020最終診断マテアスカイを打ち負かす本命場の発表をしていきますというところですね人気場の方ですね簡単に解説してまいりますこの動画の目的なんですけれども情報が多すぎるですね現代の情報化社会においてですね重症が近づくにつれてどの馬を切っていいかわからないこういったですねお悩みをよくお聞きいたしますというところですね,そんな悩みをですね 展開予想を軸に、展開予想を軸としたですね、客観的な方法を使ってですね、解決していこうじゃないかという企画になっております。というところですね、人気場の方ですね、簡単に解説していきます。このようなフォーマットに当てはめて人気場の方を解説してまいります。ということですね、本命場。 本命は今回ですね、マテラス会を打ちまかせるんじゃないかというです,、ね、時空馬ですね、時空馬の方を発表していきたいなというふうに思っております。そしてですね、高評価は重い印を打っていきたい。そしてですね、期待は抑えておきたい馬、このようなですね、形になっております。そしてですね、期待室に関しては今回ですね、ほぼ霧、規定も3着、このようなですね、形になっております。 こちらがクラスターカップの展開予想になりますというところですね。1分9秒3のペース。前半が33秒5。上がりが3波論34秒7。このようなですね、ペースを予想しておりますというところですね。ハイペースなんですけれども、それでもですね、前有利になる。これがですね、クラスターカップの特徴だと思ってください。過去5年見ましてもですね、1、2番手の 1>, 1、2番手を取れた馬、先行馬ですね、逃げ先行馬の成績が非常にいいんですね、非常にいいということを考えますと、ですね、やはりこの辺りにラインを引いていってです、ね、後ろの馬、後ろの馬が差し込んできて、ですね、1、2、3着を独占するということは、ですめったに起こりません。というところですね、この後ろの馬からですね、軸馬を決めるというのは、ですね、絶対にやめていただきたい NG になっております。というところですね、見ていきたいのは前の馬なんですけれども、 今回、逃げるのはですね、やっぱり圧倒的なスピードを持っているマテラス界になってくるんじゃないかなというふうに思っております。この馬ですね、本当にスピードですので、ね、たけていて、ですね、本当にスピードだけで言ったら、ですね現役のダート版の中でも屈指のものがあるんじゃないかなというふうに思っております。この馬がですね、逃げてですね、ペースを刻んでいく、竹豊騎手の逃げですので、非常に怖い逃げになっております。一方ですね、有利になってくるのは、ですねそれを見れる位置で安定できるかどうかですね。 それを見れるこの位置でですね、安定感があるかどうか、絶対に逃げなければいけない馬ではなくてですね、2番手、3番手でもいい競馬ができるかどうか、特にですね、このレースではですね、外枠の馬がですね、非常に有利になる傾向がございます。外枠の先行馬が非常に有利になる傾向があるので,ですね、今回はですね、逃げた後ろのですね、外枠の先行馬、これをですね、買っていきたいなというふうに思っております。というところですね、人気馬の方を解説していきましょう。 まずは、広重ゴールドについて解説してまいります。というところですね、基本的に1枠っていうのはですね、どの競馬場、どのポジションでもですね、基本的にはいいんですね。1枠っていうのは基本的にはいいです。1枠のままですね、絶対に買っていってほしいんですけれども、まあ、やっぱり逃げられないと、 というところですね、逃げられないと少し脆いですね、この馬、諸刃の剣ですね、逃げたら強いけど逃げられなかったらそこまでですね、脅威の足は持っておりません。ということで,ですね、今回、マテラスイというですね、一級品のスピードを持った馬がいますので今回、この広重ゴールドが逃げるというのはですね、なかなか考えにくいです。というところですね、軸にはしがたくてですね、3着まであっても3着までかなというふうに思っております。というところですね、折り合いが鍵になってくる馬ですので今回、期待薄まるとさせていただきます。 続いては。 おやじについて解説してまいりますということで,ですね芝で勝利してですねアイビスサマーダッシュに向かいましたがここでですねやはり弾かれてしまいましたアイビスサマーダッシュで,ですね弾かれてですねここに向かってくるという形になりました過剰人気になりそうですね若干ですね私が思っているこの馬の人気よりもですね上の人気になりそうかなというふうに思っておりますダートの実力で言ったらですねこの馬実は3勝クラス程度ですね3勝クラス勝ち負けできるかどうかわからないぐらいのですね実力じゃないかなという いうふうに思っておりますということでですねこの馬今回は相手が速いのでなかなかですね自分の競馬ができそうにありませんこういったところかを考えるとですねこの馬やはりですね今回はキりでいいんじゃないかなというふうに思っております 続いては、ブルドックボス、トップハンデのブルドックボスについて解説してまいります。ということで,ですね。スピードが要求される中でのですね、59キロっていうのはなかなかこの馬にとってはしんどいんじゃないかなというふうに思っております。しばらみのですね、スピードが要求される中でですね、59キロっていう筋量がですね、これはかなりマイナスに働いてくるんじゃないかなというふうに思っております。ダートの長距離だとですね、そこまで59キロっていうのは気にならないんですけども、今回やはり スピードが要求される中でのこの金量というところですね、1つポイントとして挙げておきます。ということです、ね、すおととしの優勝馬、そして昨年は5着なんですけれども、やはり昨年と違うところで,ですね、やはり JBC スプリントを勝ってですね、59キロを背負っているというところですね、位置取りも不安なので、今回はですね、期待をすまでとさせていただきます。続いては、 マテラス界についてて解説してまいりますこの馬がですね一番人気予想されているんですけど、マテラス界についてですね解説してまいります。というところですね、スピードはやはりこの馬ですね。 一級品じゃなないいかなとううふうに思っておりますプロキオンステークスをですねこの馬、レコード勝ちしているようにですねやはりスピードで言ったらこの馬、一級品なんですね。一級品のスピードですね。1400メートルは今は長くてですねやはり1200メートルが確実にベストじゃないかなというふうに思っております。ここ何層かはですねずっと1200メートルを使ってです、ね、1400メートルは使わないという競馬をしてですねやはり1200メートルが板についてきたんじゃないかなというふうに思っております。ということで,です、ね、圧巻のスピードで,です、ね、逃げが濃厚です。 最後まで足を残せるかが鍵になるんですけれどもやはり竹豊騎士の逃げっていうのはですね、非常に怖いものがあってですね、武豊棋士はです、ね、最後まで足を伸ばすというところはですね、確実にやってくるところだと思うので今回は信頼していいんじゃないでしょうかというところですねこのま高評価の一投とさせていただきます。 続いてはトップミラーについて解説してまいります。このままですね、初めての地方競馬参戦というところですね、若干の不安はあるんですけれども、中央の重症5着からですね、筋量を2キロ減少してですね、ここに向かってこれます。 トップハンデバタはです、ね、5キロの差があって、ですね、中央の重傷で掲示板に入った馬が、ですね、筋量2キロ減の54キロで今回、迎えるというところですね、非常にこれはですね、訴求ポイントになっているんじゃないかなというふうに思っております。ということで,ですね、他の馬っていうのはですね、逃げられないとおもろい馬が多いんですよね、あゆつり親父であったり、ひ広重ゴールドですか。 えー、他の馬はですね、脆いんですけど、この馬ですね、はい、番手の方がですね、いい競馬ができるんですね。2番手、3番手で足を溜めた方がですね、いい競馬ができます。ということですね、今回の展開と一番マッチしているのはですね、この馬じゃないかなというふうに思っております。ということですね、和田騎手でですね、1502というですね、 連帯率75%の成績を収めているこの安定感がですね非常に信頼できるかなというふうに思っておりですね今回勝ち負けもあるんじゃないかなというふうに思っておりますということですねこの馬をですねマテラス会を任せるですね本命馬の方にさせていただきます最初のフォーマットに当てはめるとこのような形になりますということでですね本命馬 本命はトップミナーですね、ぜひこの馬のですね、単勝やですね、馬連、馬単で勝負したいなという風うに思っております。ということで,ですね、期待馬期待場ですね、解説を省いたですね、期待馬に関しました名称アイアンでございます。この馬ですね、マテラス界に、 前走ですね、マテラス界の前奏でこの馬、名将アイアンはマテラス界に勝利しているようにですね、非常にですね、見どころたっぷりの馬のじゃないかなというふうに思っております。ということですね、トップウィナーをですね、1着、2着の軸にしてですね、1着、2着、も3着以下だったら外れでいいよという軸にしてですね、マテラスカイやです、ね、名称アイアン、この馬たちにですね、流していきたいなというふうに思っております。簡単にですね、解明を解説するとですね、まず単勝や馬連。 この2頭に買いたいんですけれども、それに加えてですね、3連単、3連単の1着固定、2着固定ですね、マテラスカイト名称ワンヤンから流していきたいなというふうに考えております。夏競馬、本気で勝ちたい方、チャンネル登録で本気で役立つ情報を手に入れていきましょう。グッドボタンで運気を貯めていきましょう。さようなら。